面白いのがあって、人間の意思って、うん、脳からこう発生していろいろ思考が生まれたり、うん、手を動かしたりするって考えられてるんですけど、なんかさっき言ったニコラ・テスラの発明とかもそうなんですけど、どうやら意思っていうのは、うん、脳の中だけで発生してるんじゃなくて、もう宇宙とつながって、うん、外部と連動してるみたいなんですよ、意思って、うんうん、だからインスピレーションが入るっていうのも、うん、ここで生まれたんじゃなくて、うん、もうこっちの英知がポンって入ってきただけと、うん、あ、僕も似たような話聞いたことありましてね、はい、要するに何だっけ、チクンと針で刺して、はい、それ脳波が痛いと感じる、うん、脳波測定する実験を行ったら、はい、脳波の方が先に反応しちゃってるんですって、うん、でやや遅れて実際のチクンが起こるらしいんですよ、はい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 、だから脳が痛いって感じるから針が刺さるんだよ、うんうんうん、みたいな、うん、なんかそこ不思議ですよね、うんうんうん、で猿もなんかある一定数300、まあ、その山に住んでる1000のうち300とか超えたところから急速に同じことをしだすと、うんうん、意識がつながってる、うんうんうん、はあはあ、あとは鳥とかも、うん、なんかすっごい集団の鳥がうわーって綺麗に飛ぶじゃないですか、うんはいはいはい、一糸乱れず、はいはいはい、あれもやっぱりその動物っていうのは本来その意志が、うんうんうん、左脳はあんまり発達してないじゃないですか、うんうんうん、だから感覚的な、まあ、周波数も関係してるだろうし、うんうん、あれって人間の意識とちょっとなんかちょっと共通するあるでしょうね、多分日本人は一番そこが得意なんじゃないですか、そうでしょうね、だからね、あの村でね草刈りやると面白いんですよ、はい、誰もスタートとか掛け声なんか掛けないのに、はい、自然に始まって自然に終わっちゃう、みんなそろそろ帰りたい時間だなと思ったら自然にみんな帰り始めちゃうみたいな、本来人間が持ち余してる能力でしょうね、あうんの呼吸みたいな、うんうん、だからリーダー必要なかったんだな、そうなんですよ、うんうんうん、古代遺跡見てると、うん、本当に思って、うん、古代遺跡を構築していた人たちは、うん、ピラミッド形態じゃなかった、もうマトリックス上というか、はいはいはい、リーダーじゃなかったんですよ、はいはいはい、なぜかというと意思が全部つながってたから、うん、そう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 、そうなんです、それを、はい、要するにお前らバカなんだから、うん、ちょっとマシなやつの言うこと聞けよというピラミッド作ろうとする人たちが、うんまあ、社会の中にですよ、うん、出てきて今その人たちが世の中を動かしてると思うんです、そこが地球外生命体につながってると思うんですよね、うん、ああ要するに人間技じゃねえっていう、うん、リーダーになるというか王と言われる人たちが奴隷を作ってたじゃないですか、そこのピラミッドのてっぺんの人たちが地球外生命体のまた違う勢力の地球外生命体が入ってきて、うん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 、こういう形を作ったの、うん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 、ありえますよね、だからその文明のある時期じゃ必要だったかもしれない、確かに右往の衆じゃ何にも決まんねえんで、そうですね、うんうん、だから、うん、要するに意思を決定する人たちとそれに従って動く人たち、うんうん、で言うこと聞かないなら武力で叩き殺すぞという時代が長く続いたと思うんですよね、そっから左脳にこう偏り始めたと思うんですよね、うんうん、物質主義というか、そうそう、だからね、今何あの韓国の方と話してると面白いです、はい、その名残をものすごい強く持ってるんですよ、例えばこう椅子に座る時誰がボスだってそこから決めたがるんですよ、あ、うん、それとか、最初に美味しいもの食べるのがボスで、はいはいはい、だからあの人たち、ある意味純粋な方、それを儒教って言うんですかね、彼ら独自の倫理観を持ってて、はい、多分日本人と全く違うなと、そうですね、うん、結構弾圧されてた歴史があるみたいですからね、そうそうそう、うん、だからすごい怖なるんですよ、要するに、うん、要するに日本と韓国にの外交関係においてどっちが上だと、うん、俺たちが上だよねと、うん、お前ら下だよねと、認めろみたいなね、そのことどうでもいいじゃんと、日本は対等でしょって言うんだけど、逆に言うとすごい純粋だから情報操作されやすいのかもしれない、そうですそうです、うん、多分そのピラミッド社会に一番最適な人類の末裔たちが韓国人なのかなと、うんうん、ああそうですね、
だから絶対上に上がれないから、上に対してすっごいなんか恨みつらみネタに持ってますよね。利用されちゃいますよね、そういうところは。あ、すごい利用されちゃう。でも日本人は本当に穏やかだなと思って、 あくまで紳士的にやっぱり対応しようとするんですけど、一部が煽りますよね。だからよく勘違いされるんだけど、インドってもうカーストというすごい身分階級ありますよね。だから仏教徒じゃないんですよ、しかもね。そうですね、ちょっと違いますよね、思想が。ヒンドゥー教徒ですから。だから仏教徒ってもうインド近辺に本当のね、いなくなって、古代史が伝えるようにもう日本に移っちゃってるのかもしれない、仏教の聖地の。そうでしょうね。というのはね、宇佐神宮の御託選手に面白いこと書いてあるんですよ、多分、空海だったかな、最澄だったかな、最澄だ、遣唐使として向こうに渡りますんでって挨拶行ったらしいんですよ、宇佐神宮。そしたら宇佐の神が降臨してね、いやもう外国行っても学ぶことはないぞと、なぜなら日本の仏教の聖地はもう日本に移っているから、ここで学べと。日本に移ったってことは、やっぱ仏教の根源が日本だったってことだと思うんですよね。確かに。移ったっていうか戻ってきた。ありえると思います。だから、縄文人と仏教ってすごい親和性強いんだよ。そうですね。巨石文明の元、できてきてると思うんですね。まあ巨石が石仏に変わっただけで、縄文人の英知が、まあ、伝えたのが仏教に変わってきたと思うんですよね、まあ、変わったというか進化したというか、あ、なんかそれをね、裏付ける DNA の結果が出てきたんですよ、私、ちらっと書いたけど、縄文人の DNA って、D 系統ですよね、のヤップ遺伝子というも遺伝子を持ってるんだけど、この遺伝子はチベットと、アマンダン諸島と、それから日本で言えば沖縄と、それからアイヌに顕著に見られると。ヤップ遺伝子ですね、ということはあれですよ、仏教徒と縄文人というのは同じ遺伝子持ってるってことなんで。そうでしょうね。まあ、縄文人が文明を発生させていったとしたら、そこで子孫作ってるんで、もちろん、やっぱり DNA 残りますよね。この間もテレビでやってましたけど、アメリカに最初に到達したのはもう間違いなく縄文人だと。もう、やっともうテレビ番組でやるぐらいだから、アメリカではもうそれが今騒然、話題騒然、なんか氷河からも縄文人のなんか石器が出てきたって言いましたね、だからあのアメリカのね、洞窟から、わらじが何百足も出て、わらじ、わらじまた新しいですね、それは、笑っちゃうんですけど、それが1万2000年前のわらじですって。1万2000年にわらじ入ってたんですか。はい、どう見てもこれ日本人のわらじだろうみたいな。そうでしょうね。人類の根源って日本人かもしれないですね。アフリカ人って言われてますけど、あ、なんでアフリカ人なのか、僕それドガン族なんか、あれは情報操作じゃないですか、アフリカに移すために。なんかだからドガン族と、なんだ、彼らが見える星はなんだっけ、スバル、スバルじゃないですか、なんか普通の人に見えない星が見えるらしいんです。プレアデスですか、シリウスとか。シリウス、シリウス、シリウス、シリウス B っていうのが見えるらしい。光がですか。いや、あの目視でその普通、見えないはずの星が見えると、今の普通の人の視野角じゃないところの周波数の光なんでしょうかね、その話からピンときたのがシリウスを、母国とする別の宇宙人があそこに降りたかもしれない、その人たちがピラミッド型の社会を作っていったのかもしれない。だからそのピラミッド型の社会の人たちが自分たちの歴史を正当化するためには、あそこから始まったとするし、だからそれと違う遺伝子持った日本人、そうですね、は存在してはならんと。だから消しちゃおうということになってんじゃないか。やっぱり地球外生命体 もういくつも入ってきて、
そこのハゲ争いというか、そう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 、あのだからメンインブラックっていう、はい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 、あれ実話だって聞いた、僕も聞きました、うん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 、すごい実話に基づいてる、うん、もう宇宙人のターミナルがあるんですよ、そう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 、うんうん、本当になんかでも実話に基づいてるって言いますよね、うんでももうあの映画も例えばマイケル・ジャクソン、うん、宇宙人として出てきたり、あでしょうね、まあ、いろんな宇宙人が介入してるから、まあ、日本の縄文人は、まあ、その系統の地球外生命体の、まあ、末裔でまた違うところは違う宇宙人がいてみたいな、うん、よくなんだあっちのよくライトワーカーって呼ばれる人たちがいるじゃないですか、はいはい、その人たちが言うにはなんだ銀河連邦と、あなんだっけなんとかが戦ってんだと、うんはいはいうん、スターウォーズですね、はいはい、あれの要するにニューエイジ系、はい、多分あれもなんか演出してる人がいるんでしょうね、ああいう宗教ではないけど宗教的な、そうですね、うんでも私ライトワーカーですみたいな、ね、平気で名乗る人がいっぱい来ちゃうんですけどね、日本人ですか、うん、普通のおばちゃんだったりするんだけど、うん、何なんですかね、何なんか分かんない、ちょっと聞いてみないと分かんないですけど、うん、今度そういう人たちにね聞いてみたいですよね、ライトワーカーって何なんですか、そうですね、なんか詳しく聞きたいですよね、多分2種類の宇宙人が戦ってて、その正義の味方の方から頼まれて浄化とかやってる人たちと自分たちのこと言ってますけど、意識が入ってくるんですよね、そういう意識が、うん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 、自分の出生は人間として生まれてるけど、うん、どこからかでインスピレーションというか意識が入ってきて、うんうん、自分の中で思い出すというか、うん、あ、私そうだったんだ、気づく、あ、うん、まあ、それを世の中共通名称をつけるとすればライトワーカーってことになったのかもしれない、うんうん、でもね、この人たちはね、その遺跡とかを浄化しないといけないんですって言うんですよ、なんか汚れてる、あ、多分性能が劣化するのかな、汚れたりすると、なんですかね、いじられたりするのか、性能が劣化するのかな、でもやっぱり巨石とか石でやっぱり作られてるんで、うん、石は本当に持ちますよね、耐久年数が長いというか、うん、いやー、エネルギーが劣化するんですかね、汚れてる、濁るというか、うん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 、だから綺麗に、要するにまあ機械でも何でも困る目にメンテナンスしてあげないと性能が落ちるというのと、でもなんか今思ったのが、はい、地球と人間の意識っていうのはつながってて、うんうんうん、人間の全体的な意識が綺麗になると地球も綺麗になるし宇宙も綺麗になるし、うん、連動してて、うんうんうん、人間の意識がなんかこう低下したり意識レベルが低下したり、うん、ちょっと荒むと地球も荒むし宇宙もこう連動しちゃうから、うんうん、そういう意味での浄化なのかもしれないですよね、確かに、だから落書きってよく、はい、街ですごい落書き流行ったじゃん、はいはい、あれって CIA とか意図的にやってるんですってね、あ、そうなんですか、要するに街が落書き溢れると、うん、人心が荒んで犯罪率が増えるんですって、はい、聞いたことありますね、うんうん、CIA が絡んでるんですか、証拠はないんですけど、という説を聞いたこと、ありえるかもしれないですね、なんか昔 CIA は富士山をペンキで真っ赤に塗ろうって本気で考えてたらしい、怖いですね、うん、それ日本のなんか日本人をかなりあれですよね、傷つけるというか、だからさっきの、うん、けがれさせて妊娠を止めたんですね、それ全力で、ああ多分ペンキで真っ赤に流されたら最悪ですね、うん、そこまでやろうとしたんですね、うん、でアメリカの中にもそういう悪い人たちがいているのは間違いないし、多分大統領といえどもそっちの味方なのか戦ってるのかよく分からない、あ、操り人形ですけどね、ああいう大統領も結局上の勢力には歯向かえないですよね、まあ歯向かって消されたのがケネディだと言われてますけどね、ケネディもかなりいろんな欲があったけども、あれも彼も宇宙人とかなり因縁が深いというか、
なんかルーズベルだっけな、なんかを公表しようとしたんですよね、地球外生命体のことを、はいはい、うんうん、で演説で公表しようとしてたんだけど、まあ、消されたと言われる説があると、うん、でもやっぱり今 NASA もかなり地球外生命体っていうのは肯定的になって、うん、もう地球とすごい酷似した星がいくつも、もう見つかってきてて、うんうんうん、水もあるし、うん、もう絶対そこには生命体がいるだろうと、もういるもんだとしてもう NASA も調査進めてますし、うん、やってますけど、うん、もうなんか今地球全体が宇宙人に対して肯定的になってきたというか、そうですよね、うん、テレビの方もどんどん UFO 特集みたいなのやるようになって、そうなんですよね、うん、だからこれから宇宙人が見つかるだろうって話よりも、うん、もうかなり以前から地球にもうデザイン的に地球外生命体が介入してたって考えるのも、うん、ごくごく自然な流れになってくるとは思うんですよね、うん、でも科学者はそこをやっぱり全部否定するんで、うん、全部偶然にするじゃないですか、人間の進化も偶然、アメーバから偶然人間になった、遺跡物も、まあ、日本ののは偶然、火山が溶岩が固まるときにひび入った柱状節理という、全部偶然で科学者は片付けるんですけど、まあ、反対に言うと全部偶然じゃない、全部デザインされたと考える方がなんか今の時代はもう建設的かなと思うんですよね、うんうん、多分おかしいなっていうのに気づき始めた人がかなり増えてるんで、うん、そういう人たちがここにね、なんか解決の糸口を求めてやってくるんだけど、私も残念ながらそんな超能力者でも預言者でも何でもないし、うんうん、やっぱ決定的な証拠を出していかないと、うん、納得できないじゃないですか、まあ、科学っていうのは。いやでも見てる人いっぱいいるんですよね、うん、なんか急に湖がドボンと割れて龍が飛び出してきたとか、それを見たんですか、本気で語る女性がいるんだから、この人ほんまかいなと思うんだけど、いや本当に見たっていう人と、うん、ちょっと妄想的な人と2パターンいるじゃないですか、そう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 、そこを見極めるのが難しいというか、うんうん、妄想的、さらに意図的に何か起こったと思い込みがね、はい、うん、例えば雲が出るたびに、あ、龍が来ましたみたいな、そうですね、女性が多いのも確かなんだけど、うんうん、ちょっとスピリチュアルも行き過ぎると、うん、すごいその、まあ、妄想の世界に入っていっちゃう、うんうんうん、危険性もあるよね、うん、まあ、バランス感覚が大事だから、そうそう、多分彼らは心がね、なんか真理に出会えなくて迷ってる状態かな。そうですね、だから何でも起こったことをこう意味があるんだって意味を考えて、はい、やっぱりそうなんだと、うん、納得したがるんですね、ここに来たのも全てつながってるんですみたいな。確かにそういう面もあるんですけど、うん、僕はあのヒーリングもちょっとやってて、うんうんうん、カウンセリングとかヒーリングもするんですけど、ええ、やっぱね、なんか比較的にバランス感覚は人間崩れちゃうんですよ、うんうん、すっごい文明的に行く人とすっごいスピリチュアル的に行く人と、うんうん、バランス感覚が難しくて、うんうんうん、結構心を病む人がすんごいスピリチュアルに行っちゃうと、うん、妄信しちゃうんですよ、はいはいはい、そっから妄信から妄想が生まれちゃうと、うん、ちょっとこうリアリティじゃなくな、まあリアルっていうか、まあ、その人にとってはリアルなんでしょうけど、まあ昔よくありました狐がついてますとかね、そうなんですよ、うんうん、だから心のバランス感覚っていうのが大事で、うん、スピリチュアルな見えない世界って絶対あるとは思うんですけど、ちょっとこう傾きすぎないでちゃんと対極となるところも見つつバランス取ってっていう感覚が大事なんですけど、うんうん、バランス感覚崩れちゃってる人は本当にもうなんかあることないことないか、うん、妄想喋っちゃう、うん、それはまた難しいところなんですけど、まあ、かといって多分他の人にはない能力持ってる、そうですよね、例えば昨日会ったおばあちゃんも夢でいろんな景色を見せられて、うん、はい、それを探していくと思わぬ発見、うん、私なんかそういう役目を
あるんですよ。あるんですか。僕も今あのリモートビューイングって何か知ってます。知ってますよ、うん、エハンさんの、はいはい、そこまで知らない。僕は YouTube で見ただけだから。エハンさんっていう人が、まあ、アイルランド人なんですけど、うんうん、日本人と結婚して、うんうん、すごい日本語堪能で、うんうん、その人も古代文明をすごい探求してる、まあ、個人の研究者なんですけど、うんうん、リモートビューイングって言って、うん、FBI で、うん、スパイが使ってた技術なんですよ、うんうん、遠隔投資ですよね、はいはい、日本に昔からある千里眼とか、うんうんうん、あれは FBI が体系的に人間の右脳を使って、うん、さっき言った意思っていうのは外部とつながっているっていう、うんうん、そこの理論から体系的にリモートビューイングっていうのを軍事的に開発したんですよ、うんうん、でそれでまあ、そのターゲットナンバーとか書いたりして、うんうん、それで表意文字っていうのを最初書くんですよ、うんうん、最初ナンバー8桁だけ言われるんですけど、それで表意文字っていうのを、まあ、人工物、うんうん、生命体、水、大地とかっていう表意文字があるんですけど、はいはい、それをね、うん、数字を書いた後にザーッとこう自然にこう出すんですよ、うんうんうん、考えないで、うんうん、でそれを今度分析してってターゲットはどういうものか、人工物か、硬いか柔らかいか、動くか動かないかとか、どういう印象を受けるかっていうふうにリモートビューイングをこう炙り出してくるんですね、右脳、うんうん、から察知したのを、うんうん、左脳に、うん、そうすると、うん、アマゾンの森林火災のなんかぼやーっとしたのがそこで見えてたり、うんうんうん、それはあの FBI が使ってロシアの機密情報を取ってたりしたんですよ、うんうん、実際、うん、会議室で、うんうん、だからそういう能力っていうのは人間にあるんで、千里眼とかも言われてるんですけど、そのおばあちゃんが夢で見たっていうのはやっぱりこう無意識の中で意識にこう入ってきたものが実際こう遠隔投資してるものだったっていうのはすごいつながってきますね、うん、あるんですよ、軍で使ってた技術は。で25年それは公開禁止だったんですけど、もうそれ25年経って、うん、あのなんかこういろいろ教えてる、体系的にして教えてる人たちがあのアメリカのでいるみたいで、うんうん、僕も一番最初に知ったのはあのキルショット、はい、太陽がバーストして、はい、すごい殺人光線が降り注ぐぞみたいな、太陽フレア、はい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 、予言した人がいて、はい、外れが出ましたんで、はい、うん、なんか誤差もあるんでしょうね。ああ、ありますね、うん、成功率っていうか、うん、シンクロ率っていうのは絶対あるんで 100% じゃないんですよ。それこそその中丸、うん、はいはい、かおるさんが言ってたあのなんだっけポールシフト、はいはい、あれも外れてましたし、 あれいつって言ってたの、2000年って言ってたような気がする。あ、2000年、うん、なんかエジプトもポールシフトを指してるとかなんかいうドキュメンタリー映画が前あったんですよね、エジプトのピラミッドも。